こんにちは、フィーフィーです、今日はですね、皆さんがよく聞く知りたいワード、ビーガンについてお話ししたいと思います。最近、ビーガンというワードを耳にしますよね。若い女性の支持を集める、モデルさんたちだったりとか、人気のインフルエンサーなんかが SNS でね、こういうの食べましたなんて言ってそのメニューを投稿したりもするので、どこかこう意識高い系だったり女子欲高めの、イメージがこう広がっているんですけれども、ただね、ビーガンって一体何なのか、その内容をちゃんと知ってる人は多くないと思うんですね。今日はこのワードがさらに普及するという中で、ぜひこのワードの意味を知っておこうということで、ビーガンを取り上げてみたいと思います。まずビーガンとはもともとね、イギリスで作られた言葉なんです。綴りにすると、あの英語のアルファベットの B ではなくて V から始まるので、日本語で表記する場合は正確にはウに点々の方、ビーガンというふうになります。Google での検索数も増加傾向にあるようなんですが、これも実際あの火に点々のビーガンではなくてウに点々のビーガンの方が2倍以上多いようです。ですから、表記をね、統一するようにした方がこう検索しやすいのかもしれませんね。先ほどビーガンとはイギリスで生まれた言葉と言いましたが、これは1944年イギリスで動物の肉、卵、そしてね、ミルク、あとはね、あの蜂蜜もダメなんですよね。そういったものを食べない教会の解放でこう提案されたのが始まりと言われています。従来のベジタリアン主義の終わりと新たな始まりという意味が含まれたこれはワードで、しかも短い単語にすることで表記とかまた浸透しやすくなるという利点があったようですね。で、このあとこの教会はビーガン教会という名称になり、1951年にはビーガニズムという、つまりビーガン主義の定義を定めたんですね。人間が動物を搾取することなく生きるべきである主義というものがこの定義なんですけれども、そしてこのビーガン教会がその目的を食物、売り物、労働、狩猟、実験及びその他あらゆる用途のための人間による動物の命の搾取を終わらせると、そう言っているんですね。さらに会員、つまりビーガンと呼ばれる人たちはこの目的が達成されることを願い、個人的な状況が許す限りこの理想に近い生活をすることに努める人というふうにしています。これがビーガンという言葉の定義なんですね。簡単に言えば、体調のためとか、または既存のこの宗教的なね、なんか意味があるものではなくて、動物のため、他の動物の命の生活を尊重し、搾取をやめるという考えからなんですね。ここで注意すべきは、肉を食べないからそれベジタリアンと同じというふうに思われがちなんですけれども、根本的に目的が違うということ。菜食主義ね、つまりベジタリアンは健康のためだったり美容だったり、それこそなんかヨガとかこう瞑想しますよね、そういったものの修行の一環だったり、そういったために野菜だけを食べている、または地球環境のためにベジタリアンになったという人もいるかもしれません。ただそういう人たちは先ほど説明したビーガンとは目的が異なりますから、他の人のためにはこう肉を買うこともあるし、例えばシェフをやっていればね、仕事で肉を扱う人もいる。または毛皮の製品を使っていたり、動物園に行くこともあると思う。これはビーガンではありえないんですね。ベジタリアンであってもビーガンではないというのはそのような点なんです。ビーガンは食べ物だけではなく、生き方や考え方まで、その思想が共有されなければビーガンとは言えないんですね。ただここできっと皆さんにはこんな疑問が湧くでしょう。まずね、完璧にビーガンっていうことはありえないんじゃないか、無理ではないですかと、アリを踏んでしまうことがあるかもしれないし、じゃあ植物だって生きている、植物は殺していいのかと。これについてビーガン協会が1951年の文書にこう示しています。個人的な状況が許す限り、この理想に近い生活をすることに努める人、つまりビーガンは完璧なんてことはないという前提で、完璧を求めてはいないよと、そういうことらしいんですね。完璧に実践することにこだわっているわけではなくて、動物を搾取しないというその志を大切にしているようです。完璧を求めない方が、あえてね、もっと多くの人がビーガンを実践し、より多くの動物たちが苦しみから救われると、こういった考えであるようです。
ちなみに補足ですが、ビーガンはイギリスで作られた言葉ですが、ベジタリアンはラテン語ですね。ベジトゥースという単語が語源で、これは完全なとか新鮮なとか活力のあるなんて意味があるんですね。この言葉はずいぶん古くからあって、1847年に発足したベジタリアン協会が使い始めたことが始まりだそうです。では次の疑問が、ビーガンって健康を害するんじゃないという、当然ね、気になるのはここなんですよ。海外ではナタリー・ポートマンやアリアナ・グランデなどね、セレブリティがビーガン宣言をしている。でその中でどんどん若い人たちの中でもこう広がっているイメージがあるビーガンなんですけれども、そしてね、ようやく日本でもこう知られてきたっていう感じですよね。ただやはりその一方では、実際にねビーガンを経験して体を壊したと、そういった怖さを公表する人たちも増えてきているんです。ビーガンは安易に始めるのは危険だと専門家も警鐘を鳴らしているんですよね。確かにビーガンの食生活によって、食物繊維は豊富に摂取ということは利点なんですけれども、全体的な栄養バランスを見るとやはり総エネルギー量が圧倒的に不足するんですよね。タンパク質、脂質、カルシウム、鉄分、亜鉛などは一般的な食事と比較して明らかにマイナスなんですね。脂肪は細胞を覆う膜やホルモンの形成に欠かせないし、カルシウム不足は骨粗鬆症の原因になりますよね。また鉄分も女性の月経には大切な栄養素なんですよね。これらをビーガンの食事で補おうとすれば相当な量を食べないと補えない。またビーガンはビタミン B12 が完全に不足してしまうようですが、これは動物性食品にしか含まれないから、これを摂取しないと貧血症状の原因になるそうです。海外のセレブリティがやっているからとか、おしゃれなインスタグラマーがやっているからとか、ファッションアイコンたちが SNS でやっていたからとか、ヘルシーなイメージだからとか、そういったところから自己判断でビーガンをスタートするなら十分に慎重になる必要があると思います。それこそ成長期だったり子どもたちにビーガン食は成長を妨げるので避けるべきだと思います。仮に大人が取り入れる場合でも、週1日とかあえて完璧や徹底をしないことを専門家は言っています。主義思想を広く共感してもらうためには、まず栄養学とか健康面への心配をされない方法で実践することが望ましいのではないでしょうか。皆さんはどうお感じになりましたか？ぜひコメント欄にご意見をお寄せください。そしてフィーフィーチャンネルの登録お願いします。みんな見てくれてありがとう。フィーフィーチャンネル登録してね。